選手がリングで試合しながら作る雰囲気、ファンの皆さん応援してる雰囲気、その中で生まれるこの一体感。安西選手なんか同じ群馬県民。あ、いい。未来のスーパースター2人が組むっていう。聞いた話によると、東坂本も出るらしいじゃねえかよ。ちょなんかこれ発表せえへんから。もう帰れ帰れ。大発表。スペシャルゲストも鈴木みのる選手。鈴木みのる東さん。この番組は株式会社 KMC の提供でお送りします。158cm105kg、安西祐馬。
185cm、105kg、カズマーサカッパコーン。本日のパフォーマー、178cm、102kg、鈴木みんなる。下げろよ。なんで俺ら下げろよ。下がれ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 
Ah!
Yeah!
はい、よっしゃくらえくらえあんざいいけあんざいやった終わりいや、鈴木みのる、鈴木みのる、さすがプロレス王だよ。でもな、俺はまだまだやりたんねえぞ。俺はグレートのシングルのチャンピオンだよ。いつかどこかお前とじっくりシングルでやってやるよ。
しゃ、おさらさ、ちょっと一言俺にも言わせろ。おい、皆さんご紹介に預かりました鈴木みのるです。グレートのシングルのチャンピオン、俺の耳にはまだ届いてない。おい、グレートってなんだ、田村って誰だ、俺の前に立ちたきゃな、力で俺んとこまで上がってこい。じゃあよ、写真撮ろうぜ。当たり前だろ。メインで俺が勝ったから最後ぐらい喋らせろ、最後まで。カズマ、今日は敵だったけど、改めてやってみて、めちゃくちゃ心強いな。こんだけすごい選手とチームでやるというのは俺はめちゃくちゃ刺激的だし、さらに2024年この俺たちのチームは飛躍していこうな。そして安西、俺と安西は同じ群馬県民で、これからもどこかで群馬ブラザーズとして一緒にタッグでベルトも狙っていこうな。今日はありがとう。俺が気持ちよく締めたいんだけど、もう疲れたし、最後は、今日はね、吉野正人の自主興行で、最後は吉野正人、あんたが締めてくれ。いや、メインの皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日ね、一体感、初プロデュースということでね、やらせてもらいましたけども、今日メインでね、試合していただいた選手だけではないんで、今日ね、試合してくれた、選手、出演者、みんなリング上がりましょうか、せっかくなんでね。じゃあ皆さんお願いします。早いな、あんた早いね。パッションさんもどうぞ。パッションさん、お願いします。全員集まりました。じゃあ皆さん上がってください、上がってください。ということで、今日はね、このメンバーで一体感お届けしましたけども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。一体感盛り上がりましたか。いや、僕はね、本当こういうね、空気をこのリング上で作りたかったんで、本当に今日表現できたのはここに集まってくれた選手スタッフと、皆さんの応援のおかげだと思います。本当にありがとうございます。今回のね、大会名が一体感ザファーストということでね、これファーストついてますんで、聞いたことありますか。はい、ザファーストっていうことは、これ皆さん、ザセカンドどうですか。これね、ザセカンドもね、ぜひ実現させたいと思いますんで、また皆さんその時は応援よろしくお願いします。
さあどういう感じでしましょうかね。なんかこうみんなでなんか、まあ、グレートさんやったらねグレートしようぜみたいなのありますけど、ちょっと危険じゃないですか。ちょっと危険ですね。はい、じゃあちょっと完全思いつきですし、これめちゃくちゃ恥ずかしいんですけども、みんなでじゃあ最後一体感でどうですかこれ。あのみんなが恥ずかしがると一番恥ずかしいの僕ですからねこれね。まああのここは一体感ってやるとこまでがこれもう一体感でございますから、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。あの本当に恥ずかしがるのやめてくださいね。あの僕一人一人の顔見てますからね。いや恥ずかしいですよね。いや鈴木さんも絶対やってくださいよ。いやいやいや、やんないです絶対。お願いしますよ、僕見てますからね。一体感やったら次俺年頃やる。いやいやもう僕引退する。そしたらいやあのシングルというか僕一応引退してるんで、じゃあ次スパーリングどうですか。何の今日僕とシーマさんがやったようなスパーリングを。あんなんスパーリングじゃねえよ。確かに。すいませんでした。伊豆ちゃん行く？じゃあお前じゃん。はい、ということでね、ちょっと話は脱線しましたけども、本当に改めまして今日は皆さんありがとうございました。じゃあ第2回のザ・セカンドも実現するということをね、信じまして皆さんで一緒にやっていきたいと思います。いいですか。いきますよ。おちょっと、もっともいいよ。おいみたいな、ちょうだいよ、ちょうだいよ。もうしばらくほら、マイク持ってないから、なかなか、ちょっと間がつかめてなくて申し訳ないですね。はい。ということで、みんなで、次も、一体感！